そんなやろなって青木さんですね、デジタル代表の青木さんが来てくれています。じゃあ青木さんからちょっとじゃあ挨拶一言お願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。かなり激しい天気だと思うんですが、風の強い中でしたが、朝見ていくと、あ、みんな北に行くんだなと、やっぱ琵琶湖やられてる方はみんなすごいなと、波に慣れてるんだなと思いました。まあ、アメリカでもなかなかここまで激しく荒れるのはないんですけど、まあ、そんな中でも、無事故でやれたっていうのが一番いいかなと思います。まあ、釣れなかった方も、まだまだ今日いい商品も用意してますんで、そっちを最後楽しんでいってもらえばなと思います。皆さんお疲れ様でした。はい、では、今日参加された、人数がね、48名いらっしゃいます。よう出たな、これ。で、釣ってこられた方が5、6、7、8、9人。すげえ、9人も釣れた。すごいですね。で、まあ、お立ち台からって言われたんですけど、せっかく釣ってきてくれてるので9人1本1830g、 井上さん1890。そしたらねですね、2本釣られております。ウェイトがね、4940g、 田中さん58cm ということで、後で今日は田中の日だと思いますね。西さんで釣られたかお願いします。マイク、場所は柳ヶ崎の取水塔ですね。柳ヶ崎の取水塔、なんとまたクラシックな、ということで柳ヶ崎のハードボトムですね、一生懸命投げなあかんのですね。はい、さすがです。来ました、マリアのダニーボーイ。はい、まずね、トミさん、ウェイトというか2本で 2120g、はい、教えてください。場所は沖ノ島東面のシャローですね。本当 1.5m、2m ぐらいのシャローで、ディスタルのディーブローシャット 62SP ですね。2本ともそれです。使い方というか、その岸向いて投げるとか、そう思うんですか。できすぎや。まあ、ロックもあって、張り出しの石岩に当てるパターンと、でその外側にカレーウィードみたいなのがあるので、ちょうどそれにバスが、本当ベタ投げやるとか見たら、じーっといっぱいおるんですよ。で、ウィードに当てて食わすか、まあ、岩に当てて食わすか。漁港の、漁港、そこまで言うか、漁港はあって、こう、北側はワンドになってて、1個目の張り出しに、こう、白い、なんか、看板みたいなのが分かる。ああ、ある。岩の張り、岬になってて。クリアワン、クリアワンですよね。クリアワンですね。ちょっと深いところから上がってくる。そうそう。で、外側に大きな岩2つぐらい。沈んでて、まあ、それに当ててもいいんですけど、それより岸側にちょろちょろとウィード生えてるやつにみんなやってみてください。だいぶノーマークになってますね。でもね、毎年釣れるんですよ、この12月入り。もう来年パクられますね。いや、もう明日からパクってますわ。あの辺ね、いっぱいあるんですよ。ただ今日も荒れてて、もうほんとそこぐらいしかできなくて、うん、まあ、そこで3本取ろうかな思ったら取れなくて、2本で、で、こんな日誰もおらんやろ思ってゆっくりしてたんですね。で、さあぶっちぎりです。もうちょっとで5キロという、ウェイト
4940g 2本ですね。田中さんお願いします。じゃあなと思って、マイク持って、ま、午前だと思いましてで、後半6本中の南で先週も先々週も沖の同戦車が釣ってたんで、6本中でもうそこしかないかなと思って、もう荒れてる中、入って12時ぐらいに1本40アップが釣れて、あ、吹けるやんと思って、それはまあ風がもう心折れそうになるぐらい。え、6本中見ないで、あのもうない6本中だったんですか。その後また同じく、あ、魚種のことですか。私ちょっとまあ変えて58が釣れた。あそこのポンチはあとカバー付き合う、うん、周りだと抜けてなんか柱抜いたあと、ポンチは入っと僕も何個で入れられてあの辺行こうかなと思ったんですけど、あの硬い魚礁とかですか。いや、もう特にその何を狙ってるわけでもなく、水道の、まあ、切れ手のところをですね、まあ、常に、まあ、大体いつもそこで釣れてたので、同じような感じのシチュエーションを探して、まあ、やってて、まあ、それじゃ、ドロモがついてくるような状態になってて、まあ、それも心折れるなと思いながら、ただ、まあ、自分の救いは、まあ、防具さを塗りたく。防具さを塗りたくるらしいです。みんな多分塗りたくとする。防具装ってなんですか。あの液体のこの。こういうのあるんですか。匂いですか。防具装って。防具装。防具装。知らないです。どっかに。まあでもそこ何回も張り直すっていうことを狙って。ずっとその同じ場所ばっかりやってた。いやでもね、そこの場所を選ぶのも素晴らしいですし、日本でねこんな5キロ近いウェイトっていうのもすごいと思います。両方カバースキャット。両方ともカバースキャットか、強いな。じゃあ優勝者のもう大丈夫ですか。なんか言っときましょう。今何インチがいいんですか、カバースキャット。これ1本前だ。おめでとうございます。4 4はい、おめでとうございます。1位の手は、田中さん、はい、お願いします。今日3人でよく行きましたね。10年前と比べてすごい巻いて釣れるような琵琶湖じゃなくなったので、ポイントが狭くなったりとか、ベイトフィッシュ食ってるものを探していった結果が、まあ、今年1年このような形で迎えるかなと思っています。ありがとうございました。全然おめでとうございます。全然お立ちですね。いや、最終だけ起こした。あ、そうか、最後6位やったよ。1、1、3、6。まあでもね、それでも今日6位やし、すげえ、すげえな。年間大井マリア年間チャンピオンにふさわしい田中さんやと思います。おめでとうございます。写真ラッツさんかな。ラッツさんから行こう。ラッツさんから行こう。僕の方からルアーなんですけど、今年発売になったビッグウェイトのフレックスローラーの、まあ、ワンオフカラーですね。ちょっと都向けに、まあ、良さそうな色で塗りました。まあ、薄い色で、まあ、ちょっとあのすみません、特管作業で塗ったんでちょっとコーティング薄いです。はい、ということですいません。一応じゃんけんで1名様にこれ、まあ、ちょっと世界一つだけなんで、あのちょっとプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。じゃあいきます。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃ。はい、グーの方、グーの方、グーの方ということですね。はい、いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃ。チョキなんでグーの方。あれ1人。おお、決まった。やった。やった。やった。そうなんだよ。まあ、これ撮んなくていいの、動画。あ、ちょっと、あ、さすが、さすが、さすが。すいません、ありがとうございます。あと5センチ、これ。すごいな。おい、おい。
どうしようどうしようこれ。出しそう。青木さんから来ますよ。最後に、まあ、ディスタイルの方から、スピーイング実用新品ですか。あ、新品です。新品の、ブルートレックの6号の L クラスドットです。まあ、ちょうど2日前にあの久々にビアゴに来てでかいの釣れたんですけど、その時にデューバっていうワームの、まあ、今流行りのこうなんか逃がしてリアクションで釣りで使ちょうど使った竿と同じです。でそれに今個人的に、ゼノンの 3000SH、 ちょっとこれは僕が使ってたんで中古ですけど、あのリールとロッドセットで、はい、行きたいと思います。やったやった。じゃあ行きます。最初はグーじゃんけんぽい。まあまあまあ今日はもうよ。行きます。最初はグーじゃんけんぽい。ありがとうございました。竿を切ってください。竿とあとルアーとかね、あとまあ青木さんのボードとかも普段見れないと思うので、ケーキも食べてもいいし、まああの見ていってください。せっかくなので実際触ってください。